石田博之さんにお付き合いいただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。石田社長は久しぶり、1年ぶりぐらいですか。はい、そうです。前回出ていただいた時はちょうどあの谷繁さんが出てくれた時ですよね。はい、はい、あの反響なんかはありましたか。あ、だいぶありました。あ、そう、どんな反響ありました。頑張れと。さあ、そして今日は麗華ちゃんと戦うわけですけども、はい、いかがでしょう。よろしくお願いします。お願いします。心境の方は嬉しいですね。嬉しい。ちょっと垂れてます。そうです。敵ですからね。敵ですから中川プロチームですから、はいはい。ではレギュラー T から石田さんの T ショットお願いします。はい、お願いします。お願いします。前回は谷繁さんと、ね、ドライバーの飛ばし合いをやってくれた石田さんですから、はい、今日は寒いですね。じゃあお願いします。はい、お願いします。ドマイか。はい、ドマイ。ドマイです。朝一ですから。はい。ここはね、木がそこにあるから風がそんなにね。そうなんですよね。まあ、最初意外とここでは感じないけど上は。上はあるんだ。はい、あ、そっかそっか。じゃあ行きましょうか。はい、はい、残りが91ヤードです。はい、91。あ、なんだ、ちょっと風で戻ってこい。おお、ナイスです。ナイスです。どうぞ。ボール2個、カップ1個。カップ1個いってもいいですかね。うんうん、どうなんだろう、カップ1個で切れると思うよ。切れますよね。うん、来い。おー、ナイスバディー。よしよしよし、ナイスバディー。ナイスバディー。ナイスバディー。さあ、これで、うんうん、はい、2回あるよね。はい、2回。確認しましょう。西田さんが。これね、プレーオフあるの。プレーオフあります。わー、はい。そこまで切れます？ジャストだとって感じです。しっかりずっとだと。なるほど。よし。ナイスナイス。さあ、ナイスです。並びました。じゃあ、プレーオフ。中川プロチームには総留忠さんにお付き合いいただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう総留さんはゴルフと仕事は絶対断らない人で、本当にゴルフ大好きなんですよね。はい、好きです。はい、でもずっとこの番組を出てくださいってオファーがあったけど、ずっといや、私はそう、はい、なんでそんなに拒否してたんですか。やっぱりあのちょっと顔が知れてるんで、はい、すいません。最初に謝らなくても大丈夫ですか。今日なんか中継さんからこんなところアドバイス受けたいとかって何かあります。もう全部ですね。ドライバーがちょっと結構回るんで、うん、じゃあちょっと中継さんも気になったところあったら、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、飛びますからね。やっぱね、飛びそうですもんね。はい、ではレギュラー T から総留さんの T ショットお願いします。はい、お願いします。じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。バンカー方向の方が、はい、距離的には池近いです。はい、あの越えやすいですね。はい、はい、あら、逆です。いや、逆にこれどうなの。止まりますか。なんか左に、ちょうどいいでしょ。はい、多分大丈夫だと思います。
すみません、今ちょっと楽ったと思ったんだけどな、うん、やっぱ傾斜強いな。で打ち出しはあの方向でいいってことですね。そうですね、方向はもう完璧だと思います、うん、ちょっと意外にプレッシャーからアプローチになっちゃったな。すみません、全然大丈夫。うわー、なんでそっちに、風かな、よし、さあバーディーパット、何これ、待って最初の3分の2ぐらい全く切れなかったな、全く切れなかった、最後だけだな、はい、しかも私結構打った、打ったね、うん、もういい、打っちゃってもう旗にガンって当たって入れるぐらいの、お願いします、ラインはもう見えたから、はい、よし、開いた、惜しい、あー悔しい、うわすごい切れましたよ、なに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 、さすがさすがです。さあそして、今週のゲストでございますね、高山実さんです、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、お願いします、高山さんは何度かこちらの方にはね出ていただいて、ね、前回出ていただいた時はちょうど谷繁さんの時だったんですよね、そうですね、はい、で今日はレイカちゃんとは初めて、もう楽しみにしてたんで、はい、はい、いかがですか間近に見て、いやあソーシャルからね、ソーシャルいいんですね、遠くでも見ても近くでも見ても好きですね、大ファンですよ、はい、はい、で今日はね雨が降りそうだったんで、そうですね、高山社長からあの明日ロケどうなるんだっていう話で何回も来たんですけど、うん、降らないでしょ、ね、でちょっと日が差してきたでしょ、はい、レカちゃんなんでか知ってる、高山さんなんていう会社っていうか聞いてください、なんていう会社ですか、太陽警備保障、あらさすがでございます、さすが太陽があるから今日は ね雨が降らなかったということで、はい、ちょっと前の T から高山さんお願いします、はいはい、じゃあよろしくお願いします、はい、お願いします、もう前まではレギュラーでやったんですけど、うん、もう今日は勝たせてくれた、ね、素振りを何回かお願いします、はい、内緒だね、ちょっとアップだけど、はい、内緒だ、はい、フェアウェイ、じゃあ高山さん行きましょうか、はい、はい、ショース、いい、ストップ、ダメだ、いや、乗ってます、乗ってます、はい、はい、ナイス、あ、なんだ、ここか、空港にいるやな、よかった、いやー、ちょっと左で来た、あれでかい、うん、でかくはないんじゃない、横じゃない、ちょっと左ですか、上りたか、随分と上りかなと思ったらそうでもないね、うん、そうですね、うん、惜しい、
じゃあそれを入れてください。はい、よし、はい、あれはこっちか。先です。神様、僕の背中に乗り移って弱かったか。まあ2回やればな。久々じゃない、外しても勝ちっていう、うん、ね、ちょっと僕の顔見てやってね。あ、ね、一応やる、ね、やった方がいいですか。そうやって、うん、じゃあレイカちゃん気持ちよく、はい、でも私の顔見て、うん、はい、うん、ね、みーちゃんとかお願いしますっていう顔してるでしょ。見ちゃったよ今。どんな顔だった？悔しそうな顔して。まっすぐ。俺肉のことばっか考えてちょっと裏に生まれなかった。ありがとうございました。じゃあ近いうちに焼肉ね。